こんにちは。三兄弟二郎です。強ガラコを塗って、えー、1ヶ月経った状態です。まあ、あの、今日柄子というのは、あのね、えー、普通のガラコの3倍から4倍ぐらいする値段なんですけども、まあ2000円ですけど、えー、それを塗って、えー、ね、1ヶ月経った状態で、 えーまあ、その京ラコはあの6倍耐久という、えー、ことを謳っていますので、まあ、どれぐらい、えーね、効果が持続するのかなと思い,思いながら定期的にこういった動画を撮っていこうと思います。ね今5 0キロで走ってるんですけども、まあ、これぐらいの弾き具合、まあ、1ヶ月前成功した当初と一緒ぐらいの撥水状態です。ね まあ普段はワイパーを使いながら運転してるので、えー、まあそこそこ耐久力は追ってると思うんですけども、まだまだえね、大丈夫そうなので、まあそれがね、6倍ということで、まあ1年間長寿命って書いてあるんでので、まあ楽しみにしてるんですけども、まあ3、4ヶ月は持ってほしいなという。 重いでですすままあ、ワイパーを使ってますのでえ、まあ、普通のガラコだと大体1ヶ月ぐらい経つともうあまり撥水しない状態になってくるんですけどもえねさすがに2000もするガラコなのでえ結構いい具合にまだ撥水していますはいまたあの定期的にね えー、まあまた1か月後に撮っていこうと思うんですけども、まあ、どれぐらいまだ発水してるのかということを、えー、またねお伝えしようと思いますのでまた、えー、見てください。はい、はい、信号が赤な,なので止まりまりすかではまた